やるとするか。なんかあるらしい、ここに。何かしらの物体がここにあるらしいんだ。俺はなんか取り残しをしてるらしい。と、なんか、俺の知人からそういったなんか何かを、そういった情報をもらってしまった。俺はどうすればいいんだ。またここに来なきゃいけないんだ。まあなんか奥の方にあるらしいから。どうだ、ここか？トゥトゥルトゥル。しかし敵の本当強さが割れたらないかも。どこなんだろうな。あとカットしてもいいか。あれ、ここはサンブレード。あれ、こんな取ったっけ。取ってねえな。トゥル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 。サンブレードが今さらいるか。なんかいらない気もつきやな。今ちょっと電話したらなんかここにあるらしいな。これはわかんねえだろ。これ何、これ何、これ何があんの。エクスカリバー。エクスカリバーか。ついに来てしまったようだな。てもうエクスカリバーでもうガンガン行こうぜ。おお、しかもこれマックスで使えんじゃん。やった。よし、ついに来てしまったようだな。これいけんの。最後の街、よし帰ろう。多分これのことだ。そう、これのことに違いない。トゥルトゥトゥン。いや、恐ろしい目になったな。トゥルトゥトゥン、トゥルトゥ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 ン。で、これは改めてあれなの。行ってしまえばよけ、俺は。例の場所に。トゥトゥトゥン。エクスカリバー前作だったらなんかあれだったよな。全体攻撃だったよね、確かな。だったような気がする。トゥ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 ン。どうだっけ？こっちだっけ？で、あの秘宝で俺は入れるってことか。ちょっと装備させようぜ。ブーン。誰も装備してねえ。じゃあお前にこれあげよう。秘宝1個が、これでじゃあここに入れるのか。扉開く。おお。どういった類のあれなの。どういった類のあれが出てくるのか。おお、すげえ。これがあるか。ちょっと待って、横のやつ見てみたい。どんな感じ。お、すげえ。なんか、いよいよ来るとこまで来たって感じだな。絶対やべえだろ。ん？メモ。秘宝。恐ろしく強い奴に守られている。なんで恐ろしく強い奴って。教えてくれ。それは何者なのか。おぉ、なんかやばそうだな。なんだこれ、すげえ。なんか恐ろしい奴が。敵出てこないの。まあ出てこなくていいけど。おなんだこれ。これ、蹴りをつける感じか、これは。もしや。もしや、蹴りをつける感じなんじゃないのか。それ確認するか。ケアルの人。いや、ケアルの人だったらまるだろう。あれ、癒しの。あった。もうなんか、最近全体攻撃多いからな、敵って。やたらとよ。よし。おい。アポロン、その表を使うな。危険すぎる。大佐は生きていたのか。しぶとい奴だな。その表は何が起こるかわからん。お前のためだ。やめるんだ。私のためだ。君には昔騙されたからな。その手は食わんぞ。それにもう遅い。表は使おうと後だ。さあ、これから効果現れる。その前にあんたを倒す。お、バトルか。おお。もう全力でいっかじゃん。ブラッドソードがちょっと使ってみて。あ、エクスカリバーこうぜ。エクスカリバー、レオパレス、ファイヤー。どうする。まあ、とりあえず用事でいいだろ。あ、でもジミーあれ使えんの。あ、メガの心臓がある。あー、これメガの心臓か。まあいいや。レオパルスファイヤーだろ、用事だろ。あなたはじゃあディフェンダー。そう簡単なチームは倒せるかな。あのこいつイージス、うわ、イージス鬱陶しいな。人のそうやなんつうの、なんか物使ってさ、最悪だこいつ。ビームラが強いのか。あ、尻尾とかとこらん。いや、毒の牙だ。毒の牙、バルカン砲。このイージスの盾で君らの攻撃を防ぐぞ。ふざけんな。このイージスは俺のもんだろ。あ、ビームラフ強え。ビームラフ強えぞ。なんだこいつは。もうぶちのめせ、こいつ。とったらぶちのめせぞ。
よし、やれやれやれ。飛んでやれ。私には比類なき魔力が身についた。どこだけの強いのこいつは。ふざけやがって。うちの目線、ビームライフルだ。今のじゃん、ビームライフル。よし。マサムルの切れ味を、君らの体で味わうがいい。これ、喋ってたらぶっ飛ばせないのか、これ、ね。ふざけてんな、マジでよ。よし、よし。なんだ、どうした始まるか。今でやっぱあれか、小手シェラルか。アポロさん、わかった、変わった。そりゃそうだろうな。あんだけずっとビラビラ喋ってないから。ずーっとビラビラ喋って、それで終わりなきゃいけねえだろ。さあ、どのような強さを持ってるのか、教えてもらおうじゃねえか。おら、ではそろそろ行くか。マサムネ、うわ、親父がやばい。ふざけやがって。まあ、これ、KR だろ。まあ、KR で呪文隠してくれ。頼むぞ。もう、狂ってるよ。狂ってるよ、すべてが。これ、目がこれ何これ。ちょっと使ってみるよ。女神の心臓。効かないのこれ、魔法。おーい、どうにかしてくれ。倒せ。無理に決まってんだろこれ。何こいつ。もう気が狂ってるよ、もう何もかも。フレア強すぎだろ。この秘宝気になるな。なんでこんな長いややこしいことをすんだこいつは。ああ、くそ、どうすればいい、こいつ。じゃあ、こいつもちょっと、ブラストード気になるな。ブラストード行こう。そいつ、食らねえか。まあ、グングイルだよな、普通に考えても。いや、もう、エクスカリバー行く？エクスカリバー行く。ビームライフルだろ？あ、これ効かねえんだ。尻尾、よいっちの、いや。じゃあ、こちらもフラで行くわ。フラで対抗して、ディフェンダーは？この野郎、いい術うっとうしいな。302か。あんまなんかあれだな。287。悪くはないけど。陽一の弓どんだけ強いんだ、楽しいな。バルカン砲。いや、マジでほんとふざけてんな。てってるてってるてってるてって。これ倒せんわ。いや、ひるなきゃ魔力が身についたらこいつ。腹立つなぁ。これ倒せないの？もう倒せないのか？いや、松丸の切れ味で。どうしようもねえな。こいつが変身したらあれだな。あれ使ってみよう。いや、来たぞだ。ふざけんなこいつ。どんだけ強いんだおめえは。ぶっ飛ばせ、さっさとぶっ飛ばせ、しばくぞ。ふざけやがって。あ、スミス、お前これを使ってみろ。このよくわかんない物体は一回しか使えないの。あれもしかしてよくわかんねえの。何があれなんて言った。ディフェンダー、あ、ディフェンダー強いし、ディフェンダーめっちゃ強い。全員蘇った。戦闘、あれだよね。多分一回しか使えないとか、そういうことか。なるほど。これはもしかしたら勝てるかもしれんな。これ、ここで、この段階でやれば、いけんじゃね？いや、ふざけてんな、しかし。これ無理だろ、もう。よし、拡大。お味がめっちゃ大ダメージ食らっている。ミス。そうか、あの段階でやるべきだったか。よし、これでいい。強すぎだよ、マジで。
おい、マジでよ。おい、意外と結構頑張ってる、粘ってるな。サミース。俺の心はもうすでに結構もうだいぶ折れてるぞ。いや、その杖。これ結構言われていけてんな。割と粘ってるぞ。ボラがやられた。ボラがやられちまった。よさ、ディフェンダーだ。親父がやられた。やれ。ああ、強すぎる。もうどうしよう。これどうすればいいの、これは。どのようなことをして俺はこいつに。さて、やるとするか。やるとするか。てってれてってれてってれてって。ぶちのめせ、こいつは。ぶちのめせんだ。ひたすらぶちのめせ。おー、そうかなしが倒せるか。ふざけんな、きっとな。ドカーン、よし。あら、ちょっと何も聞けなかった。あれ、ファイヤー聞かなかったっけ、こいつ。あれ、ファイヤー聞いてなかったっけ。俺の気のせいか。この椅子を耐えて、君の攻撃を捨てくぞ。ざけんな、この野郎。ハゲチャピンが全然効いてなくねえ。なんか、あれ今、ブレザー効いた。ちょっと、なんか、俺の気が狂いそうだ。どんだけ防ぐんだ、こいつは一体。どんだけ防ぐんだ、気が済むんだ、こいつは。ビームライフル強いな、めちゃくちゃ。こんなに強いと思わなかった、正直。いや、こんだけ強いと思わなかったな、マジで。ぶちのめせ気取った顔しやがって。めちゃくちゃにしてっから、覚悟してるよ、こいつ。覚悟しやがれ、すべてを。ドラゴンソルトの来たぞ、デカ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 。寝起き一発目。うわぁ、しっきりやってやるぜ。絶対許さねえよな。お前はもうおしまいだよ。お前もすべておしまいだからな。お前のもう敗北ってのはもう決まってるんだよ。ブラッディーソルちょっとやってみてえな、ちょっとな。まあいいや。いや、かっけえな。この状態で効くんじゃないの、もしや。全然効かねえんだよな。まあいいよ、このまま行こう。おお、効いてる。うわ一撃。マジ半端ないな、こいつ。てか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 。よーし、ここでちょっと癒しの杖つかせてもらうぞ。よし、まあまあいいだろ。これ間に合わねえだろ、これ二人でやんないと。前二人攻撃でも、これ後ろもこうやってやってやんないともう間に合わねえ。マジ間に合わねえ、これ。あまりにも強すぎる。ブラッディソロどんぐらい食らうんだから、ちょっとそれやってみてえな。両足の意味でよくね。で、癒しの杖はもう前段かけてもいいかもしんな、ね、い。あっぶね。マジで強いよ、こいつ。ダメだ。ぐんぐんのやるがなくなってしまう。じゃあ、あと2回ぐらい使うか。癒しの杖だろ。うわ、これは。まあ、でも大丈夫だろ。半端ねえな、この威力。回復量は違くね。もういいやと思って、ガンガン使うもん。ガンガン使った方がいい。もうちゃんと間に合わねえもん、これは。とんでもねえぞ、こいつ。これでいずれ勝てるだろ。いずれ勝てるんじゃないの、これやってれば。もう10個しかない。ですか。あ、村正行こうぜ。村正はどんぐらい行くんだ。陽一の意味だろ。よし、おやじ行け。やっべ。半端ねえな、マジ。ダメだ。食らわねえな。エクスカリバーか。エクスカリバーで行くしかないか。ビーム砲がもうあれだ。ちょっと待って。どんぐらい食らってる？一回ならいけそうな気がするよな。まあこれでやしていけるだろ。すげえな、マジで。狂った強さだよ。猫78。エクスカリバーも結構あれだよな。割といい感じじゃね？癒しこれやばくねえか。うわまずい。うわ、強えな、マジで。すげえ死んでんだけど。ものすごい距離死んでるんだけど。頑張ろう。頑張ってくれ。倒してくれ。マジで。
マジでどうにかしてくれ。なんだこの親子共闘みたいな感じになってきて、親子じゃねえし親子じゃねえしこの野郎うらとろ。マジで強え。ガラスの剣だなこれ。はあ、いやマジでおかしいだな。まあ今のはあれだな。まあ今のはちょっとした周りで、まあエクスカリバーでもいいかもな。永遠でエクスカリバーでこうだろ。もう尻尾でいいよ。まあなんだかんだ幼稚の意味があるだろ。ドラゴン、まあドラゴンソードがいいんじゃないの。フラの人とかつけるべきだったか。ああ、まあフラの人とかつけるべきかもな。このコーナーもったいねえよな。トゥル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 。すげえ、もうガンガンすぎるなこいつな。どんだけだこいつ。腹立つわ。でもエクスカリはそれを超えていけるっていうなかなかあれだな。なかなか強いなこいつ。ダメだこれ、もったいない。この3ターンがもったいない。非常に。テッテ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 。まあこれはちょっとどうにかしたら、ま、ダメかもしんねえな。さらなるちょっと対策をしないとダメかもしんねえ。いやここまで強いと思わなかったマジで。来たぞ来たぞじゃねえよこいつマジでよ。どんだけだこいつ。もう狂ってるだろこいつの強さ。あ、見た感じでもなんかあれなんだよな。まあこうだろ。ほらこの息。でここでなんかなんつうの、これボロやれたらもしめなんだよな。だからここでもできる早く攻撃できないともうダメなんだよな。でここであいつやってくんじゃん、あれを。終わった。いやマジ強え。狂った強さだ。最終手段はスミスのあれだよな。メガミツを使うという手があるけど。ただもうこれでもやられる可能性あるんだよな、もうすでに。もうこれダメだったらもうちょっと次なる、さらなるちょっと対策しないとダメかもしれない。終わった。こいつの強さ狂ってるよ。マジで狂ってるよ、この強さ。ガラスの強さどんぐらいからんこれ。センサーチだろ。うわーに、これこれは強え。しかしこれをやったとこ、これをやったところであれか。フレアがマジでおかしいんだよ。なんなのこの威力は。癒しの杖も毎ターンやんないとあれだな。なんかもう2回掛けしないとなんかもうダメな、ダメなぐらいあれだろもう。いやマジで強えなこいつ。もうこれスミスをさらになんかなんつうの強化しないとダメかもしんないな。もうそのぐらいになるだろうもう。間に合わねえぞこれ。テンテンテテテテンテテテテン。めっちゃ食らうなしかし。こんだけ強化してもこれだから。これだけ強化してもこの半端なマジ。テテ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 。この親父やられるかもしれない。親父がやられる可能性が高い。お、あ、いけるか。で、ここで窓を見ると、素早さも結構厄介なんだよな。敵が早く攻撃してからもうそこでおしまいだからな。いや、マジで強えな、こいつ。どんだけ強えんだ、こいつは。いやー、でもこれ絶望的だな。だいぶ絶望的だぞ。頑張ってはいるけどさ。頑張ってはいるんだけど。まあ一応これでも頑張ってんだよ、俺は。あぶねえ。でも倒してくんねえかな、マジで。いや、倒してくんねえかな。親父の、共闘してもこの強さ、とんでもねえぞ、マジで。もう癒しの杖がね。だけ強いんだこいつは。早く倒れてくんねえかな。いやもう結構ダメージ与えたぞ。これだけダメージ与えてもあれなの。やばい。
うおお、私のこれ、なんこれ、何が起こったんだ。お前の票は完全じゃないのさ。ここに最後の票がある。くそ、わかったな、大佐。おお、いけるか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 、いけんじゃねえか、これ。ちょっとこれは行くしかねえ。いや、癒しのあれがね、まずいか、まずいか。いや、癒しでドラゴンソード。体も崩れる。いかん、アプロンが爆発するぞ。うー、すげえことやってる。爆発した。地味、危ない。地味をかばって430だ。うわ、500ダメージ受けた。じゃあ倒れた。大丈夫か。おお、バカなやつね。秘宝すべて取り返してやった。おやじ、しっかり死んじゃダメだ。なんとかできないのか。これじゃひどすぎる。秘宝、秘宝の力を使えばなんとかなるんじゃないか。秘宝か、今助けるからね。秘宝はいかん。お前不死身じゃないの。秘宝のパワーで何が起こるか分かんないぞ。しょうがないさ、秘宝使えよ。やろうぜ。ボロ、ここまでお前についてきたんだ。任せるよ。ありがとう、みんな。秘宝を使うよ。ダメだ、母さんと約束したんだ。必ず父さんと一緒に帰るって。よし、やろう。おお、誰どなたですか。古き神々の一人です。この揺れは説明しなくてもいいわ。君の頭の中を見ればわかるから。なるほど、父さん助けて。これ大丈夫、あなたのお父さんは助かるわ。どうも本当に神様なんですね。どうも本当に神様なんですねって、なんかおかしくねえか、なんかほんとちょっと違うけど、どっちでもいいわ。この振動止めなくては、放っておくと世界のバラバラになってしまう。ピタッと止めてください。神様なんですよ、ピタッと何言ってるの。ここからじゃ無理だわ。世界の中心まで行かないと、私一人だとちょっときついかもね。一緒に来なさい。このサイズは何かと不便ね。おおあなたはから行くわよ。また強引だよな。女神が仲間になった。おお、999。何がどうなの。まあ、三部ね、すべて持ってる。フルはすべてって何これ。あ、フル神々、強え。ちょっと盛り上がってきたんだけど、めっちゃ盛り上がってきたんだけど、ちょっと待って、マジで。中央神殿、この神殿止めなくては。なんかもうやばくね。なんかさ、最終的な、なんでボラオンが一番前になってんだ、一体。お前がさ、お前が決めろってことか。待ってくださいよ。待ってくれよ、これ。あ、さすがにまあ、女神は無理か。うわ、スミスどうにかしてえな。親父は？親父はとりあえず助かったら、助かるってあれなんだろ？まあ、それだったらいいけどさ。じゃあ、ちゃんとやっていこうぜ。そうか。秘宝の装備。ねえじゃねえか。ねえじゃねえか、秘宝すべて取り返したって。なーい秘宝？いや、こいつがあれか。あ、なるほどね。あ、そういうことか、そういうことだ。なるほど、すべて分かり申した。こいつとんでもねえ強さだな。そう考えたらこれ使えんの。おお、揺れてるめちゃくちゃ揺れてるやばい、ちょっとこれはこれはちょっとまずいんじゃないか。いろんな意味でちょっとまずいかもしれないな。よし、ちょっと癒しの杖欲しいな。癒しの杖とかちょっといろいろ補充しとくわ。じゃあそれでまあ行きましょう。さらば。